皆さん、こんにちは。えー、レクセニコー講師の、え、弁理士の坊です。えー、それではね、今回は、えー、今年のエルゼミのね、えー、まあ、ガイダンスというか、えー、今回ね、ゼミで何をやるべきかというところを皆さんと一緒にね、ちょっと、皆さんで一緒にじゃないか。私が一方的に話をしていくんですけれども、今年はですね、まあ、試験の日程がコロナの影響で、かなり変則的になってしまいました。通常であれば、ゼミというのはね、やっぱり論文が終わって、発表が終わってさ、 やっぱそれに基づいてこう次にね、まあ、翌年に突っ走っていこうという形で、まあ、l ゼミを始めさせていただくことが、えー、今までねずっと。 なり発表が遅いんですよねなのでもうここは事前にもう走り出してしまおうとまさにこの走り出すねこの瞬間にここで踏み出していきましょうっていうことを今年はやっていこうということなんですね。でまあ、あの一応前期と後期という形に分けてで後期に関しては発表後の勉強になりますからまあ、そこで合格していた方はまあ終わりというところでね、えー、今回はゼミお勧めさせていただきたいなと思ってます。今年だけちょっと特別ね私だから だからね内心ドキドキしてるのね、うんまあ、自分のねゼミ生の方とかがまた今年受けていただいてさ今回のゼミでね当然まあ私はカルト信じてますからこれを後半誰もいなくなったらどうしようってまあそれはそん時だねしょうがないね、うん、もう,そう私はそれを望んでる感じですかねただやっぱり準備というのはねしっかりしとかなきゃいけないとでこのまあ担当論文が終わって特に今年は次の試験に行ってまた短いですから。 発表終わりました。そこから動き出してたら、まあちょっと遅いあの感じはありますよね。だからまあ当然今の時期に論文の勉強していくことによって、まあ来年とかね、その口述試験にもつながっていくところはあります。そういった意味ではまあしっかりと勉強を進めるね、ベースメーカーとしてもこのエルゼミ今回ね、初の冬季生というかね、冬の受講生ということで皆さん一緒に頑張っていきたいなと思っていますと。で、まあ一応ですね、私のゼミですね、まあどんなことをやるのかというところ。 そうね、ちょっと話をさせていただきたいと思うんですけどドーンと出まして、まあ、4つと。でまず1つ目これねよく私言うんですけれどもあくまででゼミななんですよ当連じゃないこれをまずしっかりだから当然だと思ってあのー、ゼミっていうのは来ちゃダメね。当然とゼミ何が違うかって言ったら当然は問題解いて答案出して細かく添削されて返ってくるでしょ。うん、それが当然。でそれは当然でいいんだけどゼミってねそうじゃない。 だから問題を解いて皆さんがねあの要するに私に丸をつけてもらってっていうのはそれが一番重要ではないんですこれは、うん。だから単純に答案を自分は問題を解いて添削してもらいたいですっていうのであれば多分答連の方がそれはあの勉強の効率はいいかなと。そうじゃなくてゼミというのはよりねその自分のまあ試験に対するこうなんですかねこう向き合い方というかそういったところを学んでいきたいなと思ってます。 なので2番目、私はね必ずゼミは通常のやっぱだから「トーと「ゼミ」の一番大きな違いはここですよね。点数ををを取るる。ことを意意識識して相対的な位置づけを意識するまさに本試験がこれだ、うん、本番がこれ。でなぜ、まあ、かと言ったらあの結局論文、ね、トー連ってあのこれ本試の問題と違うところはあくまで教育用の問題なの。 だから要するに例えば今回この判例聞いてみたいですよ、ね、っていうのをう考えるわけだそうだと新しいね例えば知財構成の第5期の判例が出たとじゃあそれについて皆さんに知ってますかどう考えますかって聞くわけだから言ってしまえば全員ができなくたって構わないです当然の問題っていうのはうそは教育だからこういう論点があるんだよこういうふうに考えるんですよ全員間違えちゃったまあまあそれはそれでいいでしょうとねあの全員点数が悪くなる平均点が下がるだけとたださ 本師はじゃあ全員できなかったから全員落ちるかといったらそんなことはない逆を言えばどんな簡単な問題でも全員が受かることはないんだねだからそういった意味ではあの当連っていうのはあのまあそういうねまあ教育ってことですから全員に罰がつくこともあります私はそれないですゼミはゼミはそれじゃないと思ってるだからゼミ生が、まあ、例年30人ぐらいいますね30人ぐらいいたらその30人の中の相対的な位置です必ずしなのだからみんなができてないところはもう無視しているいそんなの でそうやってもねやっぱ30人ぐらい答案書くとこれ共通して出てくる項目があるんだねでそこをしっかり位置づけを持ってきてほしいとだから必ず上位3分の1、まあ、目安としては半分まずはねまずは半分より上上、まあ、上位3分の1に入るぞっていう目的を常に意識していただきたいであ上位3分の1入れなかったね3分の2になっちゃった要するに下から3分の1な言葉悪いけどところが下から3分の1が全体の受験生の 要するるにに、ね、レレベベルル直したらそそこがが合格レベルになってるそれが私の目標だ,、ね、だからゼミ生全員が確かにゼミの中では点数悪かったかもしれないでも相対的に試験っていうね今度こう受験生を広げていったら全員が合格圏内に入るそんなようなあの勉強を意識していただきたいと思ってますで私のゼミはあのね一番最終的な究極的な目標は何かっつったらこれだけ過去問の徹底学習ですうん。 あのもう過去問をしっかりやるで通常私の税理例年ですねもう毎年毎年やってますけど毎年過去問をしっかりやってくださいって言ってますもうそれだけで過去問をもうだから他のことはいいんです、うん、もう他のことはいいよとにかく過去問をまずしっかりやってほしいということですでで担当の過去問講述の過去問に比べて論文の過去問ってね,使い,いてってね使いこなしてる人が少ないんですなぜかっ言ったらどう使っていいか分かんない 同じ問題出るわけじゃないしこれ過去問レシピ読みましたふむふむとねで何すりゃいいんだってことになるんですそのやり方を最終的に私のゼミというのは皆さんに論文の過去文を自分でで学習できるようになってほしいと、うんで。それができるようになればあとはもう自分でねぐる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 勉強ができますからあのそこをもそこに持っていってほしいと思ってます。 でそのための一つツールとしてあの2つ、一、まあ、つじゃない、つな、二つ渡していて、1つは、まあ、さっきちょっと出しましたけど、もうね、平成14年の過去問もを買っていただきます。え、俺そんなに持ってないよと思うかもしれないでしょ、ちゃんと安心してください。ね、あのそれは、え過去問のレジュメをお配りします、ゼミの中で。うん、だから、あの過去も、レックが、まあ、売ってるのは買ってください。まずね、それも7年分しかないから、確か7年分かな。 だ7年分しかないけど1年からできないからねだからそういった意味ではまあ14年分ででもね今年の問題は速報会とかのレジュメ出るはずだから,だからそうやってまあ集めていただければちょっと平成14年から直近まで全部レジュメ集まりますたくさんありますねそれをしっかりやっていただくとでもう一個はね論文って実はね私はそんなに難しいものではないと思ってますよく私言うんですけど問題文からトリガーを見つけてでその,あのトリガーに当てはまるパーツ部品を組み立ててはばいいということを思ってます でその一個一個の論文の部品というのを過去文からあの抜き出してくるわけですね。過去文の中に部品って散らばってるから。からこれは難しいよでも、ね、あの受験生が論文の過去文のレジュメ見てねこあこれ部品だあこれ先週の部品だとかそれ抜いてくるのは難しいと思います。でその部品にばらしたもの過去文をバラバラにして、ね、こうバラバラにして法域ごとに並べ替えたもの項目ごとに並べ替えたものそれが、えー、論文これもんってやつです。 例えばこちらのまあバージョン19ですけど論文コレモンという形で例えばこれは保証金請求権についてですね保証金請求権についての例えば例えば過去問としては平成18年とか25年かなに出ているよというところであ保証金請求権のパーツを使う時はこういうことを書けばいいんだな例えば保証金請求権出審査請求早期公開請求あこういうことを書けばいいんだとそしてまた保証金請求の当てはめですね規範と当てはめなんかが書いてあります。 あなるほどと、うん、じゃあそのトリガーってどこにあるのかっていうと鳥があってここなんだよね。出願中に第三者が実施してるよと。問題文に出願中に第三者が実施って言ったら必ずね鳥が上がるのヒントが。うん論文っていうのはこれねまあゼミの中で詳しく言いますけど答え一通りだから答え一通りなんだよ。うん、皆さんね何書いてもいいと思ってるのかもしれませんけど違う答えは一通りその一通りの一本の道を探すのが論文試験の問題の解き方。 その時に例えばこういう鳥が上がるんですちゃんと答えを出すように出願中第三者が実施してるよみたいなそういうことが書いてあったらこれは保証金請求権のことを、えー、勉強していただければいいとあの書,いて書いていただければいいということになるわけだな。うん、で結局、まあ、究極的な目標としてはあの私はやっぱりねあの皆さんに楽しく勉強を進めていただきたいと思ってます。やっぱ勉強って楽ししくななょうがないんだねで、まあ、私自体も まあ普段ねあの事務所でやってますから、まあ、いろんな話しますよ実務的な話も、まあ、そんな話も楽しいじゃない。でやっぱりね今の最近の論文試験の問題って弁理士だったらどう考えるかっていう視点がすごく大事だと思ってます。あこれはお客さん提案しないね結局論文試験の論文の問題ってお客さんに提案すべき内容なよ,なのよ、ね、例えば商標法で401項15号の無効利があるとその時に401項15号の無効利401個10には該当しませんって書くわけですよ。なんんででて書くんですか 15号だったら15号書かなくていいじゃないですか。いやいやいや、我々お客さんに報告する時、視聴するから、ちゃんと記載するからね。これは15号には該当しないと思います。だけど15号には該当しますって。15号だけポーンと書いたってお客さんは分かんないからね。ちゃんとそこはしっかり、あのちゃんとね、書かなきゃいけない。それと一緒です、論文も。うん、だそういった意味では、やっぱりその点数をね、 あの取るるるとか正解すすってちょっと話があるんですけどまずは楽しく、ね、楽ししくくね、うん、だからその楽しくっていうのはここに書いてあるそのね正解を極めようとする人がいるんですけど、うん、そこじゃないんだよ私が望むんだだからなに僕は何、ね、とか先生のね基本書学説を読んで僕これについてね議論したいんだっていう方はごめんなさい私はちょっとそれ無理 <laughs> あの、うん、あのそんなに基本書を私も読みこなしてないしね。 うん、当然まあ実務的な人からね当然いろいろさせていただくのはいいんですけど個人的にね、うん、例えば新法性の判断基準最近大変ですよね,ねまあねフォワードの判例が出てからちょっといろいろとねやっぱりこう機械学習もそそここあの考慮してねこれも作んなきゃいけないから、うん、従,来従来だと難しいですよねとかね、うん、いやーこれなかなか進化得点難しいですねこういう時の分野はなんかさその話にいいよ、うん、いくらでも話に乗りますよ少なくとも私が知ってる分野だねただあの試験でまた受かることと違うから。 うん、だからやっぱり、ね、その点数を取るるということを私は主眼にしてるだからよくね大体便利試験ってね、あのー、なかなか点数取れない人って何で取れないのかって言ったらねやっぱね優秀なんですよ皆さんができないからね受からないよっていう人は実は少なくて逆なのできすぎちゃってるだからこのんですかね点数を取るところがやっぱどうしてもね薄くなっちゃうの。だ反例覚えなきゃ反例覚えたよし全部書かなきゃとかさ。 うん、で確かにそれはそれでね勉強法の一つとしては正しいんだけれどもただそこって点数どれぐらいつくのかなっていう観点がすごく大事なのね論文試験も試験だからだからその点数を取るんだっていう観点をあの身につけさえしていただければ結構ね一気に成績上がる方っていうのはいます。例えば何年も結構ねダメだよっていう方であの私のゼミ来ていやそれは点数を取るにはいらないんじゃないって話をこうしていただいた方で本当にもうあの急に良くなるという方いらっしゃいますね。ななぜかさ点数をを取るといこ意識してない あ正しいことを書かなきゃ記載、ね、を書かなきゃもう手にお話なんて私全然気にしてないですよ。うんまあなんならもういいですよそんな細かいとこは。大体やっぱりね落ちる時っていうのは項目をポコンと落としたりもう大きいのよ。うんだそういうね被災なことにはごめんなさい私あんまりこだわってない。うんやっぱり本質的なところですねやっぱり一番重要なところっていうのをで実際今までの私のねゼミ性を見ていてもいろんな事候性いましたいましたよ。 記載量もびっちり4ページ書いてくる人もいればスカスカで2ページちょっとの人もいますよいました今まで全員受かってますそういう人うんだ必ずしもきっちり書かなきゃいけないわけではないし文章がつたない人もいました受かってます受かりますだからそこはあまり気にすることはないからねよくね受験生気にしちゃうんだよねここ。 だから私としてはあの楽しく勉強を進めるというのがやっぱり重要ですから皆さんもね、うん、そんな形で、うん、ああお互いね点数にすると式に受かるためだと、うん、結構ねあのそこがやっぱり私は重要じゃないかなと思ってます。はい、なのでまあゼミでのまあ学習スタイルというところで、まあ、今後ね ゼミをあの受けけるにあたっててどんな感じで進めいいくかというとうころだけ簡単にお話しさせていただくとゼミの中は、えっとね、前半と後半で分かれてまして前半はいつも予習問題いいうです、ね、あの形でりしてますでそれは丸々なのかちょっと変えてるのか分かりませんけれども、まあ、趣旨としては要するに皆さんってさ「いやこれ本番で試験でね慌てて読んだから間違えたんだ」っていうそこに逃げちゃう人いるわけよ。ね、あこれは慌ててだから気が付きませんでしたじゃあ1週間時間かけてよって。 一週間時間かけたら絶対項目が上がるんだねっていうことです。そこで。ちゃんとした答案ができなければ、あの結局本番でもできないんです。 でまずはそこの力をしっかり身につけていただくだ前半は予習問題で問題をしっかり予習していただこうという形でやってますねで、まあ、予習したりしなかったりして、まあ、これ人によるんですけどに、ねまあ、答案を時間内に作っていただくということですね当然これはあの、まあ、論文用紙にしっかり書いていただくということで、まあ、時々違うスタイルでいらっしゃる方がいるんですけどあのそれはあの基本的にはちゃんと手書きの試験ですから手書きで答案用紙、ね、を使ってあのしっかり書くとあれっかで来ていただければ当然その答案用紙がありますから、うん、ボールペンねあの書かなきゃダメだよってことですね でここからが多分通常のゼミとかと違いまして私の場合は3番ねこれが最初に言ったように過去問を分析したい要するに過去問を分析じゃねえ過去問を学習するためには自分で過去問を解いた時に自分の答案が評価できないとダメなんですよ勉強できないだからその力を実はゼミでは身につけていただきたいと思ってますだから簡単に言うと皆さんが客観的に自分の答案を見れる ような力を身につけていただきたいというのは自分のゼミで一番の目標ということになりますなので答錬って問題解いてもらうじゃない私のゼミって、ね、問題回収した答案回収しないんです、うん、なぜかしたら答案を一番見直してあ間違えてるって気がつくのが一番いいタイミングが書いた直後だからだから答案を皆さんは持ってあのそこに実はいろいろメモを書いてもらっているんです、うん、だから言ってしまえば簡単に言えば自分の答案を添削するような感じだね うん、あえてそれをやっていただきます。で、その時に合わせて何を書いてるのか書いてないのかっていう、こういう分析シートっていうのを作るんですね。分析するで。例えばこれがサンプルなんですけど、こんな感じ。で、問題に応じて言葉が全部書いてあって、で、そこに対して、あ、自分の言葉をこれ入っている、入ってないっていうね、こう丸抜をこうつけていくんです。こうやって。うん、結構ね、これがじゅ大事で、自分の答案で。 意外にに、ね、探しにくい自分の答案ってで自分が書いた答案を探せなかったら多分試験の人を探してくれないからね。うん、でこのね実は言葉を探すって作業はこれ便利し受かった後とね皆さん実務やる時ってこれ補正をする時ってね明細書にね補正の根拠を探すのよまさに同じ作業です、うん。どっかに補正の根拠あるかなこの言葉あるかな以外にないんだよね。 あ、書いてね。えや定義ないなとかね。結構あるわけよ。やっぱりね。でも、うん、ないんだよ。誰が書いた？明細書だ。俺だみたいなね。<laughs> いう形が結構あってね。まあ、もうしょうがないね。自分が書いた明細書だったらまあ、答案だからね。そうやっていただいてます。だから答案にあのメモも本当はこれね。まだ最初から慣れないと難しいんですけど、どんどん書いて欲しいわけ。こういうことやればよかった。こうやればよかった。で、まさに自分の答案をこうなんですかね。添削していくようなイメージなんですよ。 そこがちょっと通常のあのなんですかね当とは全然違う答然はただもう問題を出して私が丸つけて終わりじゃないだから課題が全然分かんないんですよ問題返ってきました丸歯ついてますああそうねああそうかそうかねこんな細かい自分の言葉が入ってるか規定が入ってるかなんていうのは検討しないからうんで結局ねありませんありませんっていっぱい書かれちゃうとなんかどれが重要だったか分かんないわけだねああななんだかうまく、あまあ、書けてないなで終わっちゃうわけ、まあ、そうじゃなくってやっぱ自分の答案としっかり向き合うっていうことを私はやってもらってます でこれが一番重要。そして分析したものですね。でこれを、えー、とこの分析したチェックのシートと答案をこれ私回収してます。それでこれで終わりじゃないよ。私回収して今度は皆さんにズレがあるかどうか見るわけ。いやこれで丸つけちゃダメだよとか。いやこんな細かいこと気にしなくていいよとか。だかそういうのもね例えばあの分析して書いてもらったりするだけ。これが分かりませんとか。この表現でいいですかなんて書いていれば確実に私は答えられるじゃない。うん、そういう形で要するに皆さんとキャッチボールしたいの。 当然ゼミっていうのは例えば三十人いれば一対三十なんですけどできるだけ私は一対一の関係でありたいんです。うん、なんでつまんないもうそうじゃないと。私もやっぱり皆さんが受かってあのー、名前出てもらえば嬉しいしね。いろんなところでまあ受かったな。逆にやっぱりね発表の日ってすごく落ち込むんですよあ。あの人ダメだったかとか、やっぱ何が自分じ力足りなかったのかなっていうのは本当にもうあのー、やっぱり講師やってる以上さ、そこはすごくショックなのね。 うん、だその気持ちを私はやっぱなくしたいからできれば皆さんと一対一でやりたい、うん、だからあのツイッターとかメールとかも使ってね相談があればどんどんしてほしいと思ってるんですね。うん、で論文処方箋っていうのがまあこういうもんでしてで、まあ、これちょっとサンプルまあちょうどこの回のやつなんですけどこれ一番重要なのがねここなの ABCD 項目これが出ます。うん でこの ABCD 項目っていうのが何かしつったらこういう形で正答率に応じてだ全部さっき書いてもらった分析シートねこの分析シートに応じた正答率が全部出ます毎回で今言ったように A 項目っていうのはおおむね70%以上の項目は A 項目ですだからここを落としたら痛いよ、うん、っていうことになるそうすると例えばここで A 項目これここだねこの落ちちゃってるわけ だかから他のの人はほととんどかけたのに自分は間違えててるっていうことがすごく大事それからさっき言った相対評価この人問題2の格好にここ全然かけてないんですよかけてないんだけどほとんどの人ができてない 9.4%6.3% とかっていうことは無視こんなのかけなくたっていいこれがさっき言った相対評価ですだから勉強する時は A 項目そして B 項目ここを中心にやっていただくと、うん、まあ今までね受教法の中でも伝説の人がいて どんな問題でも必ず A コーが絶対入っっててくるね女性の方がいらっしゃったんですけど、まあ、まあすんなり受かりましたけどねやっぱりそういった意味ではあの必ずねあのこれ分析シートを使ってあのしっかり復習をしていただくということが大事かなぁと思ってますと。な、はい、まあここの,このルーチンですねこのルーチンをまあしっかり回していただくということになります。そして、えー まあ最後結成記事の対応というところで一応ゼミなのでね、まあ、お休みされたりとかいろいろあると思いますでその場合は、えっと、通常この分さっき言ったようにあの答案はあの何が大事かっていったらあの結果的にはしっかりとチェックをするってことが大事ですのでこの、まあ、その分析シートを出すまでにちょっと送っていただきたいんですね。で結成記事は問題を解いてで解いた後にだからこの作業分析シートをチェックするって作業をからあのご自宅でやっていただきます。 講義の音声なり動画を聞いて、ちょっとまあどういう形になるかわかりませんけど、ちょっとレクからウェブフォローが入るのか、なければ私のであの IC レコーダーを撮った音声をアップしますので、どっちかの仕組みで問題を解いたら、ゼミに参加したのと同じように、音声を聞きながらちゃんとチェックをしていただいて、で、答案に書いて、で、答案と分析シートをえーまあスキャンしてですね、PDF で送っていただくと。まあ、これまあ,あ、コンビニとか行っても、スキャナーは <laughs>、最近はね、スキャンってあのできますし、PDF 作ったり。 まあのスマホのカメラでスマホのカメラはね実はあんまり画質よくないので人によっては、まああのまあ、できればあのコンビニスキャンのない方はコンビニでスキャンしていただいた方がいいんですけれどもあのただあのまあまあなければスマホのカメラでも綺麗なな読めればねこっちが、まあ、別にいいかなというのまあそうやってやっていただいている方言いますね。なのであの配布物については一応共有フォルダを経由した PDF というの配布になるのであの、まあ、ちょっと本校ですね私は新宿の方で L z m 見るんですけど新宿別に週1回しか行ってませんから。 通常普段事務所いますからね、うんでまあ、あの日曜日とか中野にいるんですけど新宿って週1回しか行ってませんから新宿に行って主催でもちょっと当案受け取れないんですよだからまあこういう形でスキャンでもらっているということになってます逆を言えばあの毎回ちゃんとメールなりやり取りするぞって方であればあのまあ,あのどこにいてもね L 字見を私は受けられるんじゃないかなと思ってますね、うん、ただやっぱりそこは積極的にやっぱりできるかどうかというところはかかってきていますと。 今回は、えー、となんかエントリーシートを書いていただくということだと思いますけれども、えー、とエントリーシートに関してはあの極めて重要なのであのそこはもうやる気やっぱそこすごく大事ね。 なんでそれをあのしっかりとあのちゃんとアピールしていただきたいとあのまあ当然まああの私の場合ツイッターを使ったりとかしますのであのまあできればそういうやり取りができる方がまあ,ありがたいかなと、まあ、何らかの連絡手段がやっぱそうついたらさいいじゃないですかで特にやっぱり最近はねコロナの影響で皆さんマスクしておるでしょまあそうしなきゃいけないのよだから結構ね顔もわかんないのよで前はさ結構エルゼミって必ず結起集会だってさやってたんだけど結起集会もできないの、ね、今ねこれちょっといろいろとさやっぱね密になりますから だからもう以前に比べると、まあ、その辺のなんですかねだから今まではまあまあ直接来てるからねツイッターもまあ別にまあ今いいやとかあんま強制してなかったんですけど、まあ、できればそういう連絡手段ですねがあのお互い確保できるやっぱり私としてはいつも言って今さっき言ったように皆さんとあの二人三脚でやっていきたいと思ってますからぜひねあのそういう形であ じゃあね、また一緒にやっていこうと、ね、思っていただける方は、あの、ぜひ、あのお願いしたいというふうに思ってます。ね、あの、まあ、今まで、あの来てね、えっと、本当に、まあ、あの、合格祝賀会もね、最近どうなるかわからないですけど、やっぱ祝賀会で。まあ、時々言われるのが、いや、来年も全部受けたかったですねっていうね。 うんまあ、受かった人の余裕のコメントですけれどもね、うん、ただ、まあ、あのまあちょっとリップサービスかもしれませんけど私としては非常にやっぱりあ,のありがたいというか嬉しい話でやっぱりやってて楽しかったってね言われるのがやっぱ言われて一番嬉しいのはそこですね、うんまあ、当然点数取れるようになったとか論文が分かったっていうのもあるんですけどいや面白かったよと。 なんかまあゼミ通ってたけどなんか楽しかったですって言われるのはやっぱすごく嬉しくて、まあ、そう言われたいなと思って自分もね、まあ、ゼミやってますから、うん、あのぜひねあの皆さんと一緒に今年もねあの勉強ができれば当然今やったように便利子はどう考えるかっていのありますから例えばじゃあ、ね、受かってしまったと、ね、受かってしまったとか受かんなきゃ困るんだけど、ね、前半で受かったとしたとしてもそこで出た知識は絶対に受かったと英語に出すと思いますから私もそういうつもりでいつも抗議してますんであの皆さんが受かった後に便利子として使える知識をね できれば与えてあげたいなと思ってますからあの絶対役に立ちますので「ああのゼミで聞いた話しそうだね」っていうふうにね思っていただけるようなあの講義は目指してますので皆さんぜひ一緒にねあの頑張ってやっていきましょうと。 いうことになります、まあちょっとまあゼミのパンフなんかとねやり方変わったりすることもあります私の場合はね結構あのその場で思いついて「よしこれやろう」とかっていうことが例年あるのでただそれはいい意味のサプライズだと思っていただいてあのいいかなと今まで一応それで皆さんからおのお叱りを受けたことはないですから皆さんにとってあの一番いい方法を選んでいきたいと思って自分はやってるつもりですのであの是非一緒にねあの勉強を進められればと思います。はい えというところで、えじゃ、一応今回はガイダンスということで、これで終わりにしたいと思います。あの、ぜひ皆さんね、よろしくお願いします。それでは、今日で終わります。お疲れ様でした。